You're listening to Shibuya Cross FM.苦しい。そうだ、ペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい。一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。心も暮らしも豊かに、一般社団法人ペガサス。お問い合わせ03-5357-1925、03-5357-1925までお気軽にお電話ください。サブカルチャーレディオ耳ラジ、 MC キャミが渋谷クロス FM から今日も3大元気よくお届けしています。週末探検隊、耳のさん、こんばんは。サザエさん召喚軍をハッピーサンデーに変えるサブカルチャーレディオ耳ラジ、 MC キャミこと恋の魔法使いあやめつばきです。SJ ことシワスジェイソンです。はい、ユリンこと加藤ユリです。はい、ヨモリンことヨモリ響です。カエリーこと永井カエルです。この番組はファッション、アニメ、映画などのサブカルチャーを耳の朝へ発信、全世界の YouTuber、ライバー、エンターテイナーさんの応援番組です。今月の6月のファッションテーマが梅雨のファッションということで、SJ はですね、今日は梅雨ということで水玉の雨模様のワンピースを着てきました。はい、かわいい。はい、今 SJ が紹介してくれましたが、今月のファッションテーマは梅雨となっております。これからインスタグラムにてみんなの月間ファッションも紹介していきますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。そして今月のトークテーマ、理想の結婚式プランということなんですけど、私はもうそれはそれは盛大にやりたくて一言喋ったことある人はみんな友達なので、全員誘いたいと思います。待ってまーす。はい、お便りもいただいておりまして、うん、ミミナーネームホワホワさんから、こんばんは、ホワホワです。理想の結婚式はサプライズばかりの結婚式、突然予想外の場所を使って式を挙げ、参加者と新婦さんが引くほど熱い誓いのキス、ブーケトスはちっちゃいブーケを大量にトスする。嬉しいですね。はちゃめちゃな式をしたいです。あのランウェイでもいいな。だそうです。はちゃめちゃすぎる。ちっちゃいブーケたくさん可愛いですね。いやもうね、みんなもらえる。一人が王道だからみんなもらえるって思ったらめちゃめちゃかかるんですか。採用です。はい、では本日のスケジュールです。17時10分頃からキキミンズ MC 陣の名前をもじって生まれたコーナー、今回はヨモリンが担当です。17時20分頃からエンターテイナーさんに聞き耳、6月25日にワンマンライブを開催する友山もなさんのお話を聞き耳します。17時30分頃から友山もなさんのライブを聞き耳、友山もなさんがスタジオで生歌唱をしてくださいます。楽しみ、ね、それでは5月7日に出題した耳ラジなぞなぞの答え合わせです。問題、一人の王が横になると何人になる？わかりましたか皆さん？わかりました。わかりました。ユリーはわかったよ。寝そべってみたけど一人だった。王だった。自ら寝そべったんですか？王だと思って。結構あの正解の方もいらっしゃったんですけど、一人ゆうかちゃんっていう方がですね、はちゃめちゃな答えを送ってくださいまして、0人裸になるとピピーって警察に連れてかれちゃうからって言ってて、誰も裸になるとは言ってないんですよね。王様横になるって言っただけなんですけど、やめて、勝手に脱がさないで。裸の王様かな、来たんだろうね。ということで正解なんですけど、はい、正解は王という字を横にすると 1+1 になるので、正解は2人です。うん、うん、ここにここそうそうそう、ここにね。あー
本当だ伝わるかな、わかりました皆さん、1たす1になるの、お、お、逆さまじゃない、王様の横だ、横になったら漢字をちょっとこう合間にこうスペースを入れてこう広げてみると、そう、1たす1っていう風にちょっとね見えるっていうやつですね、うん、正解した方おめでとうございます、おめでとうございます。ということで今日もですねエンディングで今週のミミラジなぞなぞの出題がありますので、ぜひそちらもお楽しみに。はい、この番組は一般社団法人ペガサス、ミスター簡素千葉駅前店、ガデエージェンシー横浜駅前の提供でお送りします。それでは一曲お聴きください。みんなのミミラジ、ミミハピネスでスタートです。ということで、仕切り直してね、キキミンズコーナー始まりました。本日なんですけど、まあ、何を話すかはさておき、この後ゲストで友山もなさんがいらっしゃるということで、うん、後ほど詳しく紹介で、伺うと思うんですけど、アーティストとして活動されているかとのことだったので、マイク関連、楽曲関連のことを調査してまいりました。やー、楽しみ。曲ってできるときに歌を録音するじゃないですか、うんうんうん、で歌を録音した後の手順が結構たくさんあるんですけど、大まかに説明すると、うんうん、テンポと音程のズレを修正して、うん、でちょっとノイズとか混ざっちゃったりしてるものを除去して、音量 A メロ B メロサビとか結構音量がばらつきがあるのでそれを鳴らす、で音量全体をバランスを良くする、抑揚をつけたりとか音を整えたり、あと物足りない部分の音を膨らませる、でエコーをつけて伴奏になじませる、楽曲全体をまとめるっていう感じになって、まあ、結構バーって今言っちゃったんですけど、その中で今回は音を整えるっていう過程について詳しくお話ししていきたいと思います。はい、音を整える過程っていうのはイコライザーっていう魔法をかけるんですよ。でイコライザーってなんぞやっていうのって、周波数ってわかりますか？周波数はわかるね、理科とかでやったことあると思うんですけど、周波数を特定のものを前に出したりとか目立たなくさせる、そうそう、なんか20から2万ヘルツが人間の聞ける周波数の数値だそうで、2万ヘルツとかって結構高いから人間ってその音出せないじゃないですか。確かに。そう、でも雑音では2万ヘルツとか存在するから、そこら辺をカットしたりとかっていうのがイコライザーっていうものです。わ、うん、かりやすい。いやそれほどでも。周波数は音のヘルツを表した音なので、面白そうと思って、うん、MC の方々みんなにお願いをして声を取ってきてもらいました。でそれを比較したものがこちらになります。ドン。あ、こんなに違うの？
のみんな。なんか全然違う。そうなんですよ。どうですかキャミーさん。なんかめっちゃ草生えてますね。ちょっとあのバランみたいな感じ。お弁当の中のね。そうお弁当の中のあの草みんな生えてますけど。なんか SJ 社のだけちょっとちっちゃいものに、トマトしか入らないみたいな。確かに。そう結構ねばらつきがあると思うんですけど、うんうん、横のパラメーターがヘルツ、その20から2万、うんうん、で縦のパラメーターが音量を表しているものになります、うんうん、結構なんかちょっとちっちゃくて見えにくいんですけど、うんうん、人間の声の周波数の平均っていうのが男性が100前後で女性が300前後らしいです。あそんなに男女で違うの？そうなんですよ。やっぱり女性の方がちょっと高めになってて、うんうん、で、ちょっとね、切れちゃったりしてて分かりにくいかもしれないんですけど、みんなで言ってもらったのが第1、第3、第5週目は聞き耳っていう風に言ってもらって、はい、和を切り取ったのがこの画像になります。第5週目は和を切ったのが、え、一言？え、なんて、あのその第1、第3、第5日曜日は聞き耳って言った全文のやつだと思ってた。あ、じゃなくてそう、なんか1と5だとちょっと変わるかなって思って、第5週目はを切ってこれです。え、でもその和っていう一単語だけでそんなにいろんなこう波っていうか音の波形みたいなのが出るものなの？そうなんですよ。でキャミーさんの和すごい壮大な和がそんなだったのかな私。そうちょっと比較してみると、うん、カイリーと私とユリーンはだいたい200から300少し過ぎたくらいから盛り上がってて、うん、SJ はちょっと200切ってるくらいかなって感じ で、キャミーさんは人間が聞こえる範囲である 20Hz から 20000Hz をまんべんなく網羅しております。すごい、だからキャミーさんの声ってスッと入ってくる優しい声なのかもしれない。いいそうだよね。後で一国でって、ね、いいんですかって思うじゃないですか。あの実はキャミーちゃんがですね、はい、外で撮ってきてくれてたので、うん、結構雑音が混じったものを送ってくれて、うんうん、でそれがイコライザーを使って切ってみたところ、雑音だけが切れたところを覗くとこう山形になるんですよ、うん、でキャミーちゃんの声だけが残るっていう、でその残ったところが300くらいでした、うん、だからちょうど女性の平均くらい、うん、そういうことだったんだねっていうこと謎が解けました。なんで私の声がこんなに幅広いのかと思ったら雑音も拾ってた。うん、ということで結構、はい、なんか SJ ちゃんとか普段喋ってる声が高いから、うん、割と300くらいに行くかなって思ったんですけど、200切ってたのがすごい私的に意外で。確かに、うん、なんか声にばらつきあるかも。確かに高さの自分でも、あ、自分でも感じる、うんうん、弟に喋るときが一番低いかもしれない。本当に声が。ちなみに録音したときはどんな感じで喋ったんですか？録音したときはベッドの上でこうラフな感じで撮りました。寝起きかな。寝起き寝起きだったら低くなりますね。確かに撮り方ベッドの上でまさかの撮り方だった。でも SJ ちゃんってその音楽活動もしてるから、うん、なんかこういう知識はあったりした？周波数とか。いや全然なくて、初めて今日勉強になりました。いやいやいや、私もちょっとイコライザーとかちょっとよく分かんなかったんですけど、キャミーさんのさっき声を切り取ったって言った時も、うん、なんか切り方がちょっと変になっちゃって、受話器の向こう側の声みたいな感じになっちゃったんですよね。そう、番外編でわざわざ切り取ったやつを送ってくれたんだけど、うんうん、なんだろうね、なんか響く感じに聞こえたよね、うん、なんか電話の向こう側の声みたいな感じになっちゃってて、ヨモリに頼むと電話の向こう側の声も作ってもらえる。オーダーできます、ね、オーダーできる。キャミーさん不在の時にキャミーさんが録音した声を私が全部こう切り取って、なんかわざわざなんかこの辺にボタンをこうやってポチってね、そうだよねみたいな。あ、じゃあいつでもそのボタンを押したらね、そうだよねっていうのが聞こえる。ね、そうだよねだけなんだ。他ないの。合図違いワンパターンということで、可視化ができるかさ、うん、からこその比較だったんですけど、うん、みんなどうでしたか聞いてみて。いやでも、なんだろうな、そういう、まあ、周波数とか、うん、私イコライザーとかも単語としては
聞いたことはあったんですけど、うん、わざわざそんな、ね、自分の声の周波数はどんなものなんだろうとか調べることもないし、自分が好きで聴いてる曲もわざわざそこまで分析して聴くってことないじゃないですか、うん、曲聴くときもなんとなくこうフィーリングで、あ、いいなこの曲とかって聴いたり、好きなアーティストさんがいて聴いたりとかっていう風になるので、こうやってなんか調べてみるのも意外と面白いかもしれないですね、うん、さっきのあの SJ ちゃんのみたいに自分が聴いてるのと実際調べたのはあれ違うみたいな、そこの差の発見っていうか、うんうんうん、それも面白そうだなって思いました、うんうん、ケミーさんどうでした？いやなんか今回は和だったので、うん、次はあの第一の田とか、うん、違うとこで聞いてみたいなって思った、うんうん、でも確かに人間の喋る声って一番自然なのは自分の名前を言った時らしいです。だから私だったら、うん、あの名前自己紹介してくださいって言われた時に、うん、よもり響きですって言ったのが今のが自然な声らしくて、うん、なんか今度さゲストさん交えてあのみんなの自己紹介の音とかやったら楽しそうじゃない？確かに、うん、確かに、うん、かみんなの自然な声が聞けてね、うん、私だけ得する回になります編集できるのでSJ ちゃんどうでした？いやなんか全然知らなかったので、うん、なんかみんなのね、だいぶ違いましたよね、人によってね、うんうん、それも面白いなって思ったし、うん、高いのってもしかしてあれかな、蚊の羽音が高いってなんか噂で聞いた。あ、そうそうそう、聞いたことある、風の噂で、あのさしすせそうとかね、うんうんうん、あの結構それが高いところでそれを削るためのプラグインっていう、あの、うんうん、作曲のソフトに差し込むあの別のソフトみたいな感じの機能もついてたりとかして、うん、なんかそれに特化したものを削ったりとかも、そういう技術もあるらしいです。すごい。あとクリック音みたいな、あのカチッとか、とか、うん、あのみたいな、ちょっと今入れると不快だなって思っちゃったかもしれないですはいはいはい、あの雑音の一種なんですよ、うん、そういうのが歌ったりとか声で喋ったりとかするときに混じっちゃうのも、うん、それを消すための特化した、うん、あの機能とかもあったりするらしいです。へー、どうですか皆さん、勉強になりましたかねうんうん、あ、キキ、ミミ、ありがとうございますなんかもうベラベラ喋っちゃったから、みんなが途中の家庭で喋ってる時からついてこれたか心配になってきちゃった、ね、大丈夫、分かんなかったらアーカイブが2週間後にアップするから、もうそれ何回も聞けばいいの、ね、そうですね、あの今から作曲をしたいという方はぜひアーカイブを聞いて、それでも分かんなかったらミミラジにお便りで送ってくだされば、送っていただけたらね、またじゃあそれの、じゃあ今入門編だから競うみたいな感じでもう一回ねみんなと一緒に勉強するなんてこともできるかもしれないですね、うん、キキミンズ作曲講座編入門初級中級上級すごい鬼みたいな年末には楽曲が1曲出来上がる壮大なプロジェクトが皆さんのお便りがないとね何も生まれないので、みんなで作るミミラジ、うん、よろしくお願いしま す。お願いします。あとは今回の感想もですね、ぜひハッシュタグミミラジであのぜひ教えてくださると嬉しいです。ということで、以上キキミンズでした。はい、この後はエンターテイナーさんにキキミミ友山もなさんがスタジオに来てお話ししてくれます。それでは1曲お聴きください。あやめつばきでメルヘンパレード、どうぞ。みんな消えちゃうような怖い気持ち。
サブカルチャーレディオキミラジ、渋谷クロス FM から3倍元気よく放送中。はい、ここからのゲストトークはカエリが担当します。それではエンターテイナーさんに、せーの、聞き耳。ありがとうございます。はい、ということでね、友山もなさんが登場してくださいました。はい、こんにちは、友山もなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、約半年ぶりのご出演ですよね。うん、そうなんです。久しぶりだけど、うん、なんか久しぶりじゃない感覚、嬉しいなって思います。ね、うん、いつもなんかツイッターとかでは拝見してるので、うん、なんかまたここで会えたっていうのがめちゃめちゃ嬉しいです。ね、本当にまた来られて嬉しいです。今日楽しみにしてきました。ありがとうございます。では私の方から友山様のご紹介をさせていただければなと思います。友山もなさんはアイカツの歌唱担当などを経て、2016年からソロシンガーとして活躍されています。なんと6月25日には3年ぶりとなるワンマンライブを開催予定です。ということでね、今日はワンマンライブのお話たくさん聞いていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ね、でも、モナさんといえば、最近 TikTok ですごいバズってますよ。TikTok がなんか一つの動画が50万回再生、そう、突破して自分でもびっくりしてるんですけど、そう、なんかコメントとかも見たら、モナ、うん、さんだみたいな、なんかモナさん TikTok で見つけたっていうのがすごいたくさんあって。そうなんです、ね、なんかこう当時私アイカツの歌唱担当のお仕事してたので、なんかその頃まだ子供だった子たちが、こう何年も経って大人になった子たちが TikTok にいたみたいで、で私はずっとその間、まあ、シンガーとしてこう歌い続けてきてたので、今も歌ってるよってことをちょっとアイカツ関連でこう載せてみたら見つけてくれて、あ、モナちゃんここにもいたって喜んでくれてます。もうコメントとかも200件以上ついてて、ね、いや嬉しいと思って、うん、なので今日はその、ね、今までモナさんを応援してくださった方、私みたいに最近モナさんを知った方、モナさんを見つけたよっていう方に、もうたくさんね、ワンマンライブのお話聞いていきたいなって思います。お願いします。お願いします。では早速なんですけれども、6月25日のワンマンライブについて概要を教えてもらってもいいですか。はい、はい、6月25日の日曜日のお昼なんですけど、青山の月見る君を思うという、 こう月が掲げられてるライブハウスがね、あって、私ずっとそこでライブ、今度ワンマンライブやるってあのなったら、そこでやることが夢だったので、ちょっと夢を叶えました。叶えます、これから。ね、画像の方にも詳細出てるんですよね。はい、で3年ぶりということで、こう3年の思いをね、こう盛り込みつつも、やりたいこと全部やろうって思って開催決まっております。君と歌う物語の続き、ぜひ来てほしいです、たくさんの方に。ね、日曜のお昼ということで行きやすい時間だから、うんうん、たくさん皆さん行きましょう。ね、東京の方はもちろん、こう遠方の方にも来てもらいやすいように、うん、こうお昼にしたので、お昼だけどこう月を見ながらね、こう私の歌を聴いてもらえると嬉しいなって思ってます。うんうん、ちなみにお便りも届いておりまして、うん、桃太郎さんからです。いつもありがとうございます。モナちゃん念願のワンマンライブ開催おめでとうございます。モナちゃんの美しい歌声とフルバンドのご共演楽しみにしています。何度かライブで生演奏でのお歌を拝聴しましたが、モナさんの歌声は生演奏との相性が最高にいいと思います。おー、来ています。フルバンドなんですか。そうなんです。フルバンドももう何年ぶりにやるかもう記憶にないんですけど、ドラムと、ギターとベースの方をこうお願いしてフルバンドでやります。ワンマンライブの目玉じゃないですか、それは。いや、もう本当になんかこう久しぶりっていうのもあるけど、こうワンマンライブを開催するにあたって、これまで YouTube とかでこう生演奏とかのこう歌ってみた動画をアップしてきた時に、こうサポートで手伝ってくれているあのメンバーをあの一緒にこう演奏するので、なんかこう心強いし、みんなで本当に作ってるっていう風に感じていて、そのまあ集大成というか、また新しいスタートになるような、物語の始まりになるようなこう一日にしたいなって思ってます。一人じゃないんですね。一人じゃないよ、ね、本当に。ね、
このワンマンライブやりますって告知された時の YouTube 私見てて、おあの3月ね、そうなんです、3月のお誕生日にもう拝見してて、うん、もう本当になんかファミリー感というか、うん、みんなで演奏します、うんうんうん、そしてモナさんお誕生日おめでとうございますって言ってドーナツがもうなんですよ、なんかプレートになって出てきて、うん、なんてあったかいところなんだろうと思って、そうとても素敵な、ね、仲間にこう恵まれて、うん、こうワンマンライブ開催できるのでね、とても楽しみです。はい、うん、ありがとうございます。そしてあのライブ会場についてもさっきあったと思うんですけど、うん、ここも絶対ここでやるぞっていうところだったんですよね。そうなんです、月がねこう掲げられてるライブハウスで、うん、こう見え方的にもとても映える、こう目からも楽しめるライブハウスなの でそこにしたいと思った時に絶対この方を呼びたいと思って、ゲストさん今回ワンマンライブに、お二方呼んでるんですけど、うん、アイカツ歌唱担当時代の先輩の笹釜リスコさんっていう方、もうリスコさんに絶対月の下で歌いたいって、なんかそのこうアイカツ関連でなんかこう感じたものがあって、もう絶対リスコさん呼ぼうと思って来てくださるのと、あとは声優の並木のり子さんっていう方をお呼びしてるんですけど、あの並木のり子さんも、あとはその後ろで弾いてくれてるバンドのメンバー の方々も、実はそうコロナ禍で外でステライブができなくなった時にこう画面の中でこうずっと歌を歌い続けていたんですね。17ライブっていう動画の中で歌い続けていく中で出会った仲間なのでだから本当にこう今までもそうだし、これからも作り上げていこうっていうライブになると思います。あ、じゃあもう本当に6月25日のライブはもう、うん、友山もなさんとその仲間たちの、うん、なんか集大成でもあり始まりでもあるみたいな、うんうんうん、なんかもう節目に立ち会えるっていうのがすごい嬉しいですね。いや、そうなんです。だから3年前にこう自分のこう節目のライブをやろうと思った時にこうコロナで延期延期こう中止になっちゃったので、その思いも全部込められてるし、なんかもう歌えるかなと思ってもう泣いちゃうんじゃないかなと思って最初から確かにそれがね、思いがね、なんかすごいモナさんそのワンマンライブにかけてる思いっていうのがすごい感じたのが、今までの間に大阪に行ってみたり、いろんな人とコラボしたり、YouTube で歌い続けたり、TikTok で活動したり、なんかその全てが6月25日になんか開かれるのかなって思うとワクワクしちゃいますね。そう、こうお話ししてくれた通りなんですけど、こう大阪にも行ってきてね、新しい出会いもあるし、こう私のこと知ってくれてたけど、こう今のこの友山モナの活動は知らない方ともこう出会えたりとかしていて、だからもう本当にもう思いがすごいです。もう6月にこうなったけど、もうどん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 思いが高まってるので、これをねこう25日に向けてもっともっと膨らませてね、イメージして いけたらいいなって思います。でも最近モナさん知ったなっていう方は、なんか楽曲とか知っとくといいなって思うんですけど、なんかそういうのってなんかどういうので知っといた方がワンマンライブ楽しめるよとかありますか？こうやっぱり YouTube 頑張ってるので、うん、YouTube は今の生演奏で歌ってる姿も見れるし、生配信でやった放送も見れるし、あとは これまでカバーしてきた、アニソンとかの、楽曲も聴けるけど、でもこう本当に友山モナを応援しようって言ってくださる方だけど、これまで全然知らないって方にはグッズの方で友山モナスターターセットっていうのを最近作りましてで、なんかそこにはこうなんて言うんだろうな、はじめましてさんが、そのスターターセットをゲットしてもらえると、うん、こう CD、 これまでの歌ってきた CD だったり、あとはこうモナマルちゃんっていう私のオリジナルキャラクターがいるんですけど、うん、そのモナマルちゃんのグッズが入ってたりとかして、結構お得なセットを用意してるので、それを、スターターセット一緒にしてもらえると全部知ってもらえるかなって思います、ね、もうモナさんのことを知って、あ、素敵だなって思ってきたら、もうそれをスターターセットを買っていただければ、うん、全部詰まってるんで、全部詰まってます、はい、オリジナルアルバムも入ってるし、アニソンカバー CD も、あ、そうそうもう再販しないグッズも全部そこに入れてて、うん、そうで、なんか福袋にしたいって思ったんで、うん、そのオリジナル福袋っていうか、うん、トートバッグも、うん、作って、それ用に、そう、じゃあそれ持ってワンマンライブ行けちゃう、いけるいける、ね、ペンライトも新しく出されるっていうことだったので、そうなんです、今まで作ったことなくてオリジナルのこうペンライトって、そうだからね、そのキャラクターのモナマルちゃんの
のペンライト15色に光るので、その子たちをこう連れてねライブに来てほしいなって思います。はい、うん、最後に1個だけ聞いていいですか、はい、新曲はありますか。なんとあります。あー、おーってここで初出し、ここで初披露、ありがとうございます。あれですね、ペンライト持って新曲は楽しめますか。うん、楽しめます。めちゃめちゃ楽しみ。そう、もうドキドキしてますね。嬉しい、うん、そんなね、モナさんがこの後、うん、このスタジオで生歌唱をしてくださるので、うん、はい、皆さんぜひ引き続きご覧いただければなと思います。はい、じゃあモナさんね、準備の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではここで一曲お聴きください。シャカラメルトで心の光、どうぞ。シンガーの友山もなです。オリジナル曲2曲歌いたいと思います。聴いてください。お腹空いたな。ねえ、何か食べようか。そうだ、イカ焼きにしようよ。美味しくってお腹いっぱいになってすぐにできて、種類もいっぱいあるよ。しかもめちゃくちゃ安いんだから。でも、イカ焼きって知ってる？パパ、ママ、それからあたし、みんな大好きイカ焼き、これで決まりだね。いつでも出来たて美味しいよ、イカイカイカ焼き。カップラーメン3分間、イカ焼きたったの60秒、ここしかないよ。早く食べたい、待ちきれない、イカイカイカ焼き。聞き耳してくださった皆さん、もう拍手が止まらない。
拍手をいただいております、ね、ご視聴してくださった皆さんはどうでしたかね、うんうん、はい、こちらハッシュタグの方でもたくさん皆さん反応いただいたり、またこうしっとりこう聞き入ってくださってる方もいらっしゃったんですけども、はいですね、こちらでたくさんツイートいただいておりまして、このキラさんがモナさんの素敵な歌唱に韓流の極みともう感動して、ね、あの泣いている方も多くいらっしゃったようで、あといや ブッダさんでいいのかなさあ、やらなきゃいけないこと、できることは違うから、夢を叶えるイコール楽しいってわけじゃない、その中で活動してる皆さんは素敵というツイートもいただいております。本当に今日もね、うん、ありがとうございます。カエリどうでしたか？あ、本当にあのごめんなさい、すごい鼻声なんだけど本当になんかもうここで聴いていいのっていうくらい2曲も聴けたじゃないですか、うん、もうね、あのありがとうございます皆さん本当に、うんね、語彙力をなくしました、ごめんなさい。いや今日このねリアルタイムで聴いた人には本当に特別な時間だったと思います、うん、ちなみにね、SA ちゃんも愛活大好きってことだったんですが、今日はどうだった？今日は本当にもう最高でした。あの愛活本当好きで、モナさんの声が本当に歌声が大好きで、あの今日ね、あの来てくださるっていうことで、あの約束をあの昨日からずっと聞き込んでて、もう今日まさかこう至近距離で聞けるとは思ってなくて、本当に嬉しかったです。ねえ、ヨモリもさ、その実際その CD で聞くのと、はい、直接こう生歌で聞けるっていうのをどう思った？いやもう全然違いますね。あのモナさんがさっき話してた雰囲気と歌ってる時の雰囲気が全然違くて、うん、もうなんか世界観に引き込まれました。ゆりんはどうだった？いや本当になんかこのね、今までの状況下でなかなか生歌をこうアーティストの方の聞くっていう機会が本当に減っちゃってたので、うん、もう今日この場で生歌をしかも2曲も聞けて、本当になんかもうなんで私も声力が違ってすごく素敵な時間を過ごさせてもらいました。皆さん、モナさんの曲を聞くと語彙力がなくなるという魔法がかかるみたいです。ぜひ6月25日のワンマンライブはモナさんの素敵な曲を聴きに行ってみてください、うん、はい、ハッシュタグミミラジでのツイートもたくさんありがとうございました、感想はですね、お便りやハッシュタグでぜひ送ってください。はい、本日の放送は6月18日日曜日にアーカイブが公開されます。サブカルチャーラジオミミラジのツイッター、インスタグラムでの告知も行いますので、そちらもフォローしてチェックしてくださいね。はい、そしてこの後はなんとキャミーと SJ とヨモリンはチェック会があります。ぜひぜひ遊びに来てください。はい、そして次回のミミラジは6月の18日日曜日、ゲストは三谷レミさんです。ちょっとちょっとどうなってるの、6月のミミラジ。とんでもないバトンが渡されてますもうこれは皆さん見ないとですね、うん、はい、それでは本日のミミラジなぞなぞです。問題、キャミーさんが穴が4つ開いた T シャツを着ていますが、誰も何も言いません。それはなぜでしょう？え、はい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 、わかったわかった、はい、あ、わかったの？わかったわかった、え、なんだろう、皆さん、わかった人います？わからなそうですね。穴が4つですよ、うん、もしわかったらお便りで回答をお願いいたします。いやもう毎回難しいよ、もう一回ぐらいなんか超初級コースとか欲しいでもこれはちょっと謎謎っていうよりは、うんうん、よく考えれば分かるっていう感じです。よーく考えると、よーく考えると分かります、うん、分かった方はお便りでお待ちしています。待ってます。この番組は一般社団法人ペガサス、ミスター関祖千葉駅前店、ガレージェンシー横浜駅前の提供でお送りしました。エンタメを応援したいスポンサーさんも随時募集中です。本日のお相手は MC キャミーとゲストの友山モナさんと SJ とユリンとヨモリンとカイニーでした。週末探検隊の皆さん、次回の耳立ちは6月18日日曜日夕方5時です。次回もご一緒に、せーの、聞き耳ー。